団堂さんの山本です。はい、楽団堂さんの村田です。改めまして、まだ今日もよろしくお願いします。俺通ってますね。いや、ちょっとたまには礼儀正しく言う。そうですね。いつもね、こう肩の力抜きすぎてるのが我々、うん、そうですね、我々もやっぱりしっかりやらないといけないんですからね。そうですね。どうぞよろしくお願いします。で、今日のテーマなんですけど、はい、家を売るなら年末までがおすすめというちょっとテーマに沿ってですね、はい、今日ちょっと撮影進めていきたいなと思ってるんですけども、はいはい、なぜそう思うのかというところですね。ついさっきニュースになりましたね。いよいよ住宅ローン控除、税率見直し入るんじゃないかということが。そうですね、これのは、もう今日の結論みたいな感じになりますけど、はい、かなり大きいと思いますよね。そうですね、はい。正直今までがやはり本来金利変動金利の場合にはもう 0.5 切って 0.4、0.3% 台までも出てきている中で、はい、ね、年末の住宅ローンは年末残高の 1% が還付されますって、これもそもそもね、これすごいですよね。それ自体が若干おかしい部分はあったとはいえ、はい、今の、特にこのコロナ禍ですね、まさしく不動産価格が上がっている、はい、後押しになっている最大要因といっても過言ではない部分ですよね、はい、ここにいよいよメスが入るとなってくると、この先の、不動産市場の動きがどうなるのか、その辺の予測も踏まえながらですね、はい、今日お話していければなと思うんですけれども、はい、まず、これ実際税制がその変わるという情報ってまだ確定情報じゃないじゃないですか。じゃないと、はい、これ確定情報になる前、この噂レベルじゃないですけどね、そういう風な見込みになりそうだよってこの情報のタイミングと、はい、確定情報になりましたよ、これ売り物件が増える原因になるかならないかって村さんどう見てますか？もう明らかにやっぱなりますよね。やっぱなりますよね。こういった、いいニュースも悪いニュースも、不動産に影響はしてくるんですけれども、今までいろんな何千件っていう風なご相談を受けたりとか、我々何十年やってる中で、はい、やっぱり噂だけではそんなにマーケット動かないな日本はっていうふうに思ってます、はい、そうで実際に噂されたものが確定しましたよってなると一気にどうしようっていう感じで動くっていうのがあるの で、今の段階で、ね、そう縮小するかもしれませんとかっていうところでは、はい、今の段階では何も不安に思ってても変わらないかなっていうなんですけど、す、ね、確定した時に一気に動きますよっていう傾向ですかね。そうですね、はい、住宅系の市場ってやっぱりどうしても駆け込み需要ってね、非常にやっぱ多くて、消費税が増税しますよというのもそのタイミングでね、はい、急に駆け込み需要が起きたりって、これはもうずっと繰り返されている歴史というところになってきてはいるんですけれども、現状そのコロナウイルスがある程度、落ち着いて、落ち着いてはないんですけども、緊急事態宣言最中であってもこうずっと中古の新築はそんな売り出し数がそもそも少ないんですけど、中古はこう市場がずっと右肩に上がって、取引件数は増えていきながら価格も上がって、でも市場在庫が減っているというような状況だったわけですけれども、はい、つい最近はね、まだ売り手市場なんですけど、若干在庫が今増えてきつつありますよね、うん、という状況下なので、そこにこの税制が変わるかもしれないよっていうお話がどの程度影響を及ぼすかって、これやっぱり未知数な部分がありますから、で多分おそらくこう今日のこの動画をご覧いただいている方々もその辺どうなるんだろうなって気にされている方多いと思うんですよね。でそういう方が増えれば増えるだけ急いで売った方がいいんじゃないか、このマインドがまた市場に売却物件を増やして売り手市場が解消されて今度買い手市場に向かっていくっていうこの流れになっていくと思いますので、はい、やっぱり、一番冒頭でお伝えしたところですね、不動産を売却するなら、年末までがおすすめというところなんですけどね、例年だったら1月から3月って一番不動産動くじゃないですか。はい、そうですね、うん、そこよりもやっぱりもう今現状その1月から3月にもし税制が確定するっていうような情報がになる前に、はい、年末でもやっぱり始めた方がいいですかね。そうですね、結論から言うと年末から始めた方がいいと思いますね、うんうん、もちろん年内に売り切りたいって人はもうね待ったなしで、はい、今すぐっていう形ではありますし、うん、年を越して3月末までに売りたい、はい、私ねもうちょっと言ってゴールデンウィークまでに売りたいっていう人でも、年内に売り始めていいと思います。はい、はい、でその理由のところ、理由いきますね。いやどうぞ喋りたいって言ってました。喋っていいですよ。でも山本さん喋りたそうにしてたから。いやそんなことないですか。何でしたかね、理由ですね、はい、理由で年末に売り出す
つの、まあ、理由の一つは 今ずっとお話があったその減税の、うん、その税がそれが年明けに確定する前に要は忘れておった方がいいですよっていうことですね、うん、そうですね、そう確定するとみんなでわーってこれは早く売った方がいいっていう流れになりますから、で結局ですね不動産ってあの希少価値なんですよ、うん、あのそれが全てじゃないですよ値段は違いますけど、でも希少性っていうところが大事で、例えばマンションが100個あってその中に1個だけの売り出ししかないか、みんな急いで売らなきゃって言って10個の売り出しがあるか、要は競合が多いか少ないかによって希少性ってだいぶ変わってくると、それが金額に影響してくるんですね、はい、なので、競合は少ない方がいいんです、うん、売るにはいい条件で売るには、はい、となると年明けでそういう税制が確定しましたよって言ってことによって売りがこう増えちゃうと、売ってる人の中には競争が激しくなっちゃうので、はい、ちょっと厳しくなっちゃうかなっていう理由で、はい、要は先手を打ちましょうっていうのが一つ目で、二つ目は、年内、まあ、年末年始はですね、結局やっぱりあの家族が集まるんですよね。そうですね、そう家族が集まって、で、まあ、今ねコロナなんで実際にご実家に戻れないっていうこともあるかもしれないですけど、うん、まあ、でもお電話とかするでしょう、うん、その中でやっぱり家族そういうお話になると家の話には大体なるんです。そうですね、もう来年買おうかとか、うんね、今年買おうかとか、そのタイミングで、まあ、で冬休みの中でこうインターネットで検索する人もいるでしょうから、その検索した時に情報をが使うことができるかどうか。そうですね、要はそのタイミングでお売却の物件が市場に出していけてるかどうか、うん、というところ、検索に引っかかる状態になってるかどうかっていうところがやっぱ重要なんですよ。そうですね、年明けの激しい競合になっちゃうよりかは。そうですね、そういった意味では年内にこうびっくり出した方がいいんじゃないかなっていう、この2つですかね。そうですね、2つ、はい、まあ、例年ほど2月3月って不動産が多分一番動く時期にはなるんですけれども、やっぱりそこって逆に言うとみんな売れるって分かっているので、結果そこで売り出す数もやっぱり圧倒的に増えちゃうんですよね、うん、もうその傾向が分かっているのであればあえてその前から手を打つ、これが結構この売却では大事かなっていう。なぜそれが言えるかというと、やっぱまだとは言いながらの売り手市場の中で最近のこう特徴的なところを言うと、引き渡しの時期が結構長くても待ってくれる買い主さん増えてると思うんですよ。そうですよね、うん、半年先に引き渡ししますよって言ったら結構今までは長いなっていう感覚があったじゃないですか。まあ1年だったらもっと長くてもうほとんど厳しいなっていう感覚だったものが、半年先の引き渡しって実はそんなに珍しくなくなってきているかなっていうような気がしているので、まあ、そういった意味では早めに売り出しをして、まあ、ご自身が引っ越せられる時期を引き渡し時期で指定をしながらこう売却活動を進めていくということがですね、今まさしくこの税制情報であったり売り手市場が解消されつつあるこの状況下において一番有効な策じゃないかなというふうに思いますよね。そうですよね、やっぱ本当にまあ、競合関係ってこう見るの大事だと思うんですけど、はい、やっぱりその中で特に大事なのって私いつも思うんですけど、一回売却を見直すチャンスを作るぐらいの余裕が欲しいと思ってるんですよね。あのスケジュール的なところ、はい、そうですそうです、そうですね、うん、これ例えば1月に、売却を始めて3月までに売りたいな、うん、まあ、やっぱり売却活動期間で長くなればなるだけあんまりいい印象持たれないだろうって思いの方って非常に多いと思うんですけど、実際そうなんですけど、でもその競合がすごくいすぎることによって価格競争が起きて、そこで価格の下げ競争に巻き込まれて売ってしまうよりも、自分はいい時期に売り出しをして競合が増えてきたら一旦引っ込めて、また競合が少なかったらまた出していく、こんなような形の押し引きがですねできるぐらいの余裕を持ったスケジュール感さえ持っていれば、やっぱり高値売却っていうところを目指しやすくなって、一つのこの売却のコツだと思うんですよね。そうですよね、うん、もうそんな高値目指さないですよっていう、もう相場よりちょっと低くてもいいですと、うん、もうそれよりもうすぐ売りたいっていう人はまたちょっと別かもしれないですけど、ある程度いいお値段でじっくり売りたいですよっていう人は、実はですね3月末までにやっぱり買い手さん3月末で入りたいっていう人多いですから、3月末までに引き渡しをのスケジュールで客さんしていくと、実はね1月年明けてから売って結構時間ないんですよ。3月末までに引き渡しを受けるとなると、で買い手さん大体ローン組みますから、でローンの審査っていうのがちょうどその2月3月って銀行も混んでますから1ヶ月ぐらいかかるとすると、2月の末ぐらいまでに、3月引き渡しから逆算して2月の末ぐらいまでに契約をしなきゃいけない、売買契約で。じゃあその買い手さんを探すために、売買契約するために買い手さんを探しますけど、
じゃあその前にどんぐらいのところタイミングで解散するかというと、売買契約の1週間2週間ぐらいです。そうですね。なんで2月の中旬から、まあ、20日とかそのぐらいには買い手がいなきゃいけないと、うんうん、でも1人の内見の人がみんな買い手さんになるわけじゃないですよ ね。 そうですね。内見高値を目指そうとすればなおさら内見を多く受け入れる必要があると。そうすると内見例えば10組を入れようとすると2月で10組入りますか、そんな入れないんですよ ね。 そうですね。受けによりますけど、そうすると1月の下旬ぐらいから、うん、中旬ぐらいからそう始めないと、要はですね簡単に言うと3月末引き渡しって1月の年明けてからのスタートだと結構ギリギリで余裕はないんですよ。そう、そういった中でさっきの山本さんの話を競合も多いと、どうするどうするって、これはねあんまりなんか売却のせかされちゃうんですよね。そうですね、不動産会社にせかされちゃう大きな理由にもなっちゃうので、そういった意味ではさっき山本さん言った余裕持つっていう意味でも年を明ける前年内に12月に1回出して、それで市場の反応を見てって、このワンステップ踏むのがやっぱり有効だなというふうに思いますね。うん、そうですね。これは今ちょうどいいお話いただいたんですけど、はい、不動産会社がせかす、これまさしくそうなんですけど、あのこれ2月3月って新生活迎えるから不動産がよく動くんだなって思われる方結構多いんですけど、実際そんなことはなくて、特にあの売買の場合2月や3月に売買契約結んでもその後ローンの審査とかいろいろ考えると引き渡しって、まあ、4月の末なのかゴールデンウィーク明けなのかみたいなスケジュール感になるんですよ。となるとじゃあなんで2月3月が例年動くのっていうところなんですけど、これもまさしく3月決算期の会社が多くて不動産会社が多くて、はい、要はそこに向けた施策なんです、営業施策なんです、分かりやすいと。なので不動産業者でこの1月から3月の売却ってやっぱり急がせる傾向になりやすいっていうところがありますので、逆に今はその年末前から開始するのが大事だよとお話ししましたけれども、お尻の部分もそうですよね。逆に3月までに絶対に売るというふうにあまり決めつけるわけではなくて、4月5月になったとしてもそれほど3月と大きな影響の差が出ないぐらい余裕を持ちながら、年末からこの来年のゴールデンウィークのこの6ヶ月間を有効的に使って売却活動を行うというようなスタンス、まあ、あとゆとりですよね。それを持つってことが私は非常に大事じゃないかなというふうに思っています。なるほど、はい、やっぱ今日も山本さんいい話をしますね。いやいやいや、ブラスターじゃないですやめてください、ね、本当見てる方々本当に何言ってるんだ、確かに本当すいません、でも普段からこんな話してるんですね申し訳ない、変わらないですよね。はい、ということで今日はちょっとあの不動産あのまさしく売り出すのであればこのもう年末前からというところでちょっと動画を配信させていただいたんですけれども、まあ、あのこれ以外にもですね、あの不動産の売却や購入といったところで有益な情報というのをラクダ不動産のチャンネルではですね、あの随時配信していきますので、ぜひあのこの動画を見てですね、参考になったであったら面白かったと思っていただける方はですね、あの高評価のボタンであったりチャンネル登録の方をしていただければなというふうに思っております。村さん、次は何を撮りますか。あ、次ですね、まあ、あのやっぱ最近エージェントに対するお問い合わせ、はい、多いですね。村さん、山本さん、どんな一日過ごしてるんですか。あ、そういうお問い合わせあったりするので、どっかのタイミングで、まあ、エージェント、我々エージェントにフォーカスしてますから、はい、我々のエージェントスタッフどういう動きをしてるかっていうね、はい、よくあるエージェントの一日みたいな。そうですね、まあ、あの仕事してる時の一日しか出しませんけどね。そうそうですね、休みの日の一日はあまり興味ないと思うんですよ。プライベートでもし興味ある方がいたらそれ送っていただければ私と山本さんのね休みの一日をどっかでメールかなんかさせていただきますけどもということで、あのぜひですね、あのもし不動産の売却購入、あの売る買おうも決めた方ではなくて、売ろうかな買おうかな、どこに相談してるか分からないみたいな悩んでる方もですね、あのラクダ不動産の方ではあの家族やあの友人といった立場に同じような形でですね、あのしっかりとアドバイスやサポートをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければというふうに思っております。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。